2003年10月16日から2004年10月28日まで NHK 教育テレビで放送されたテレビアニメ作品及びこれを原作とした漫画作品並びにドラマ CD 作品である NHK オリジナルアニメの第7作目であるこれまでの NHK オリジナルアニメが基本的に1話完結型の構成をとっていたのに対して本作は 連続ものの構成となっている。キャラクター原案は江口久志が担当。アニメーション制作はテレコムアニメーションフィルムとマッドハウス。後52話。宇宙開発が盛んに進み、異常気象や地殻変動によって人が住めなくなった地球に代わり、コロニーと呼ばれる新たな生活圏で暮らすようになった22世紀の時代。コロニーの一つ。 ロカエーニの名門私立学校、ソリア学園に転校した早々、学園の修学旅行で木星の惑星開拓の実習旅行に行くことになった少女ルナとペットのチャコだったが、宇宙船が重力嵐にあってしまう。ルナたちは船長の指示に従い、避難シャトルに避難するが、ルナたちのシャトルだけが母船から切り離されて重力嵐に飲み込まれてしまった。 その影響で未開の宇宙空間に投げ出されるが、シャトルの機能に異常が発生した上にすぐ近くにあった、青い惑星の重力圏に捕まってしまい、その惑星に突入することを余儀なくされる。惑星は、かつて人々が繁栄を築いた地球と告示していたが、巨大生物が徘徊する危険な星であった。こうして、自分たちのコロニーに帰るための七人の少年少女と一匹の、 猫型ロボットのサバイバルが始まるのであった。コロニーロカエニの名門私立学校、ソリア学園の生徒7人と1匹の猫型ロボットが惑星に遭難する。物語中盤から異星人に1人が加わり全部で8人と1匹がメインで物語は進行する。登場数は少ないが、ルナたちの味方になる者たち。オリオン号のメカニック、メンテナンスロボット。 メインコンピューターも登場する。メインコンピューターであるサバイブは当初敵対するが、最終的には味方になる。家族、友人などの関係者メインサブキャラクターの家族、友人、学校などの関係者について記載。脱獄衆、暫定監獄から脱獄した脱獄衆三人組。ルナたちと敵対する。機械生物惑星サバイブに生息している特殊な。 生物とその特徴。名前の横の格好内は登場した、話し数、NHK 出版により刊行された、単行本絵描き下ろし作品。全2巻。作者は、長谷川祐一と大庭園の連名。このコミック版は、長谷川祐一が構成、大庭園が作画を担当。なお、長谷川祐一は1995年に、NHK 出版で、 コミック版、飛べ、勇みを手掛けている。また、このコミック版は、従来の NHK 出版のコミックスよりも、半径が、大きいものである。ありがとうございます。